やっと安全ですラマディ前線で身動きが取れなくなっていた家族が救出されましたこれはその最初の映像です民間人の中には女性や子どもお年寄りが多くいましたイラク兵に近くの町の安全な場所へ連れ出され食料と水を受け取りましたラマディではまだ戦っていましたアイシス戦闘員は民家を盾にして私たちを逃がそうとしませんでした 私たちや他のアジジアの住民です。みんなで団結して、軍の近くに行こうとしました。助けてくれと叫んだんです。アイシスはそれを聞きつけ、一気にこちらに急いで向かってきました。私たちを別の場所へ連れて行こうとしましたが、ドアを閉めてどこにも行かないと拒否した家族もいました。それでアイシスはその人たちを敵と見なして、銃で撃ったんです。 イラク当局は自分たちの勝利を強調しようとしていますアバディ首相は1週間の戦闘を戦い抜いた兵士を激励して回りましたしかしこの戦闘はラマディに途方もない被害をもたらしましたラマディの安全を確保したら直ちに人道支援が必要になるでしょうしかし復興には時間がかかりそうです シーア派の民兵が家を一軒一軒見回っています主にスンニ派の住人との宗教上の衝突を避けるため前線から外されていました今回の戦闘でイラク軍は勢いづいていますラマディでの勝利でイラク軍はある程度信頼を回復するでしょう有志連合の支援は極めて重要でやっと効果を発揮しましたしかしラマディ奪還でどういう軍事作戦が有効か明らかになりました イスラム国との戦いでは地上戦と空爆の片方ではなく両方を組み合わせる必要があるのです。